皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日はなぜこれにシリーズですね、ご紹介をさせていただきたいと思います。なんかすごい久しぶりですね、パッドマイクそのものがね、ちょっと生産がなかなかもう追いつかんというような状態が続いておりまして、入荷がもうほとんどないと、もう見えないというような状況なんですけども、まあなんかね、KHS ジャパンさんの方がね、ある部品をこう寄せ集めて、特別使用車として作っていただけた車両が、この度最後の1台としておったんですけども、それがいよいよ、納車ということになりました。現在ね、うちの方ではもうファットバイクは今も在庫は、ゼロということになりまして、今からのねシーズンね、実際発注はしてんだけどね、いつ入ってきてくれるかというような、そういうような、状態になっております。そんな引きこもごも乗せましてお伝えをしてまいりたいと思います。でこちらですね、ご注文いただきましたらもう本当ありがたいことに、うちの動画のファンですという方がね、お運びいただきまして、でね、動画のファンですとかって言ってきてくれる割にはですね、話だけ聞いて帰っちゃうとかっていう人結構いらっしゃるんですけど、こちらの方はもう本当にありがたいことにですね、いわゆる関東地方ですね、あっちの方からですね、転勤で札幌に来ましたということでした。で、その彼の地でね、うちの動画とか見て、る時にですね、その雪の札幌をね、自転車で走っているっていうのがもうすごい、素敵なことで、ぜひそれはやりたいと、ぜひ札幌にね行ってやる機会を持ちたいというふうに思ってらっしゃったそうです。で、まあ札幌のね転勤の話が出た時にもう飛びつくようにしてね、行きますということで来てくださったそうで、その時乗ってお見えになったのがね、 K3 のキャンピング使用車とかね、次来てくれたのがストライダーとか、ものすごいうち好みのね、ちょっと一癖も二癖もある、すごい味わい深い方で、そういう方であればね、この自転車、見事に使いこなしてくれるでしょうというところで、見事にご制約というふうになっております。で、車体そのものとしてはね、最新版に比べるとね、機材云々とかメカニック云々とかっていう点では、ちょっと不足があるんじゃないのというふうに考える方もいると思いますけど、実を言うと、うち側の KHS のファットバイクって、いろいろ販売した中で、実はこのモデルが一番売れたんだよね。このモデルが一番売れて、おそらく今でも稼働しているものがいっぱいいますから、札幌のね、日常で使いますということに関して言うと、もうほとんどこれぐらいの仕様であれば、不足はないというか、限界まで攻め込むとかね、ダウンヒルでグワーって行きますとか、いうようなことさえしなければもういいんじゃねえのというような内容にはなっていると思います。で、昔はね、フロントダブルとかだったんですけども、今はフロントシングル。で、ナローワイドのチェーンリングで、チェーンも外れにくくなってますし、当時のね、モデルではなかった、シマノの XT ディレイラーとかね、で、結構ついてまして、で、やっぱりね、その一癖も二癖もあるね、味わい深い方でしたので、実はね、これ、スライドドロップエンドなんで、シングルギアとかもしやすいんですよって話をしたら、それはいいですね、と。ぜひこれでいきましょう、と。ということでご注文いただきまして、本当にありがたいなというふうに思っておる次第でございました。で、こうやって見るとね、このね、股間をジャストミートしないような、仕上げになってますよとかっていうお話をよくしてたなということを改めまして思い出しました。どちらかというとね、俊敏性というよりも、巡航時のね、安定感とか、あくまでこれはクルーザーとして設計されておりますので、札幌の街中、通勤とか、日常使用とかいうことで使うにあたっては、実は一番大事な安定性とか、そういったところは、見事に担保されていると思いますので、これをね、いろいろ使いこなして、リアキャリアつけるとかね、いろんなことやって、使い倒して、北国でいい思い出を作ってもらって、そのままね、こっちにね、移住してもらうのもよし、関東地方の方にお帰りになるということでもいいし、北国のね、冬を
すごいね、充実した、ものに変えていただけるんではないかなというふうに大きく期待をしておるところでございました。安全運転でお楽しみいただきたいと思います。